この講座では入試の英語長文で出題されやすいテーマ、論説部のテーマですね、について掘り下げていきます。まあ、長文を読むときに事前に知識があるかどうか、背景知識があるかどうかというのは非常にまあ、こう、読み方を左右します。まあ、知っているテーマであれば文章の理解でも深まりやすいし、また知っているテーマだと文章を読むのが早くなります。で場合によっては知っている内容がそのまま出てるという場合もあります。 まあ、そういう時にはもう読まなくても解けちゃうとか、読まなくても内容が分かっちゃうということもあるんだけど、これ実は少なくありません。で、まあ受験生じゃない人もいるでしょうけども、まあ様々なテーマに触れるで、様々なことを知るっていうのは好奇心を刺激することになるし、新たなことを知ったり、知ってることを知り直したりすると、まああの、思考も活性化されますよね。で、大学入試の英語長文っていうのは、社会と離れてるわけではありません。やっぱり時代や社会と関わってます。 っていうのは、大学の先生が問題を作る場合、選ぶ場合まあ、自分が興味があること、あるいは興味を持ってほしいことを選びますよね。そうすると新たな発見を見てあそうかと思ったとか。新たな論文を見てあなるほどなと思ったとか。いや、これぐらいはね。知っといてほしいよねと思ってるとか。まあそういうようなことから選ばれるので、時代や社会と無関係ではなく、密接に関わっているとも言えるでしょう。まあ、主題者自身がね。 まあ実際現在興味を持っていることを出すこともある。まあそれは知ってほしいと思いますからね。まあそういうようにして選ばれるので、そしてまあ実はテーマもかなり限られてます。これデータを取ってみると、まああるいくつかのテーマを絞れば、それだけでリンシテロン節分の5割は超えるというようになってるんですね。ですから、ちょっとまあ入試に出るレベルよりは深く掘り下げていきますが、まあ様々なことをし、で出た時には、ラッキー。 と思えばいいし、それに近いテーマが出たときには、あ、そういうこと知ってるよね。読んだことあるよね。っていうことが、まあ、非常にまあ理解の助けになりますから、そういう点でこの講座を利用してくれればいいと思います。で、基本的にこの講座は、まあ、話していきますので、へえ、なるほど、と思って、まあ、まあまあ、気軽に聞いてくれていいんじゃないかな、っていうふうに思います。で、今回は、えー、テーマ、一つ目のテーマ、言語獲得過程です。 で、まあ人間が言語というものをどう獲得していくかっていう過程ですね。で、これはそのまま入信出ている場合もあり、その場合はそのままです。<laughs> あ、習ったこと、言ってたことそのままだ、読めるわ。みたいな感じになります。ところで皆さん、自分が言語を獲得してきた過程覚えてますかそういえばあの時、こんな言葉を発したな、とか。自分が生まれて初めて発した言葉はこれだった、とか。まあ親にね、 何回も記憶として言われて、記憶の中に刻み込まれるということはあると思うけども、まあ、よっぽどの人じゃない限り、多分覚えてないと思うんですよね。まあ、三島由紀夫みたいな人は、自分は母親の体内にいた時のことを覚えている。記憶にある。って言いますけども、まあ、僕らみたいな凡人だとなかなかない。で、言語をどうやって獲得してきたかも、なかなか、こう、わからないと。で、今からその言語獲得過程について、何回かに分けて説明していきます。 で、この言語獲得過程をある程度知ると、個人差はもちろんありますよ。環境差とか個人差ありますが、ある程度知ると、こういうのが嘘だとわかると思うんですね。外国語を覚えようっていう時に、赤ちゃんが言語を学んできたのと同じように覚えようっていう教材あるんですよ。赤ちゃんはそんなことやんないよね。赤ちゃんは自然に覚えるよね。子供って自然に文法わかってるよね。文法なんか勉強しないよね。みたいに言ってる人たちも結構いますよね。アメリカで生まれ育てば文法なんて勉強しないよ。 いう人は完全に間違っています。また赤ん坊が言語を習得するかのようにというようにして、まあゼスチャーとかから入っていこうというような集団もあるんですけども、それもきちんと勉強すればそんなことできないのだと。大人になってからそういうことはできないのだと。同じ学び方は不可能なのだということが歴然とわかります。そう考えるとそういうような言語の教え方とか言語ラーニングの 方法っていうのはイカ様だと言い切っちゃいけないかな。まあイカ様だとわかると思います。それは科学的にそういうことは大人になってからありえないからです。だって幼児になってお母さんの父を吸うとこから始めましょうってやんないでしょ。いくら子供の時からね、赤ん坊が言語を学ぶようにって。じゃあまずはおっぱいから吸いましょう。ってやんないよね。でも実はおっぱいを吸う段階からもはや言語格闘過程は始まっているんですよ。 そういうことについて少し説明していきます。まず言語獲得は、ここ順番に書きました。胎児の段階、ここから始まります。で、これもね、まあちょっと古いんですけども、1995年に日立が開発した光トポグラフィ、トポって場所です。っていうのがあって、これはヘモグロギンの濃度変化から、脳の働き、局所的な部分を働きが活性化しているかどうかを調べることができるんですね。で、まあ初期は自閉症、 の診断などにも使われました。ここ反応してないじゃないかとかね。で、それで実験しましたと。で、まあフランスの新生児。生まれたばかりの子供にフランス語のニュース録音テープを聞かしたんですよ。わかるわけないじゃん。だけど反応するんだよ。そしてこのテープを逆回しにすると反応しないんだよ。つまりテープをそのまま聞くのと逆回しで聞く。まあ今の時テープなんかないがそもそも <laughs> と思うんだけども逆回しには反応してない。 つまり、音、単なる音だとしたら、こう、反応す、どっちも反応しないか、どっちも同じように反応するはずじゃん。だけども、ね、順に聞いた、つまり普通のニュース録音の場合は、特に左脳部分が反応します。でテープを逆回しにしても、音は認知してるんだけど、左脳部分は活性化されない。ということは、少なくとも、順回しにしている方は言語として認識していたか、 自分が受け取るるべき対象だとととと認識していいたかかううことはわかると思うもちろん言語と左野優位性に対しても個体差はあるしまあ若干違う部分もあるんですけど、まあ、一般的には言語に対しては左野が優位だという前提があるので、まあ、そこに従っておきますね。そうするとニュースが流れたら反応するで逆だと同じような音にもかかわらず反応しないということが分かります。つまり言語として認識していると。 言語は理解してないですよ。言語として認識しているということはわかる。また、生後4日目。こ生後4日目の子供を実験するなよ <laughs>。っていうふうにも思うけどさ、えー。まあ実験したところ、この子供はフランス語とロシア語を聞き分ける能力は持っていた。もちろんフランス語だロシア語だって思わないよ。つまり、フランス語のニュースの時には左脳がしっかり反応したが、ロシア語ニュースの時には反応はほとんどしなかった。つまり、母語。 今、つまり自分が退治の時に聞いていた音に対してはそういう言語の音だという反応はするが、そうでない言語に対してはそういう反応をしなかったということですね。だからまあ退治段階からまあ言語獲得の出発は生じている。まあ、だからといって退治教育をしましょうっていうのは私はどうかなと思う退治の段階でお腹の赤ちゃんに英語をいっぱい聞かせれば英語を話せるような子供になるかっていやそんなことをしなくてもなるわ。 というふうに思うんで、私は胎児教育を頑張ってやろうっていうのに対しては、ほぼ言語獲得に関しては、そんなにいいことないんじゃないというか、そんな大したことないんじゃないそれよりは、まあ、聞こえてくる環境が穏やかであったり、いい環境の音声に触れてる、つまり穏やかな家庭の穏やかな会話に触れてる、っていうことの方がいいんじゃないかな、と思いますけどね。とりあえず第一段階として、胎児の段階で、生まれた段階で、すでに 言語である、母語である、聞いたことがある言語であることは反応としては認識できているみたいです。さて、新生児になります。今度は生まれてきたんですね。生まれてきたらその段階で、ほぼその段階に近く、母親の声と別の人の声を聞き分けるみたいです。母親の声って限定したらお父ちゃん、わしの声はダメかいって思うかもしれないけども、どうしても、あの、幼児の段階の言語獲得には、 母親語、これ、マザ t ー e って言うんだけど、の影響は大きいとされています。母親語っていうのは母親が子供に話しかけるような言葉。発音も割とはっきりしますよね。ゆっくり話しますよね。そして音程高いでしょう。少し。そして韻律、音楽的な要素。こう、何にちゃんとかいう要素はありますよね。これは、あの、うちの妻が犬に話しかけるときそうです。 やっぱ音程がちょっと高くなって声が大きくなってで、まあ、聞き取りやすい犬がどれほど言語を理解してるか分かりませんけどなる、まあ、そういうもんなんだなだから母親に限らずお赤ちゃんに話しかけようと思ったら「何々ちゃん?」とか「いい子ね?」とか「あ笑顔ね?」とかいうようにどうしてもちょっと声が高くなったりすると思うんだよね音程がそれはまあ一般的に人としての傾向だと思うんだがそういうのを母親語って言って、まあ、そっちに対して反応しやすいんですよ だからそういう点では母親の言葉の識別は割と早い。ですね。でさらに、新生児の段階では、これもよく調べたと思うんだけど、聴覚能力として世界の様々な言語で用いられる13個の母音であるんだね。この13個の母音は区別できるみたいなんです。まあ、これが後で言うけども、だんだん区別できなくなるんですけどね。でも、新生児段階で、これとこれの母音は違う。これとこれの母音は同じ。 っていうように、同じと違うは、一応13種類くらい識別できているということがあります。さて、今はまだ受け取るだけですけども、今度は乳児の段階ですね。乳児は音を出し始めます。で、音を出し始めるのはどうするのかっていうと、そもそも、あの、乳児に、母親の乳首を加えること自体も、もうコミュニケーションの第一段階ですよね。で、乳児は2週間くらいするとミルクを、 勢いよく飲めるようになります。でその段階でミルクを吸うのと、休む、吸う、休むというのを休みを入れますで。ほぼ一定のリズムで休みを入れます。でだいたい25秒ぐらい吸って14秒休むというのが平均的です。じゃあこの中断は必要なのかっていうと、よく考えると必要じゃないはずなんですよ。乳児の時の喉の構造っていうのは大人と違うんですよ。 大人と違って、ミルクを飲みながら鼻で呼吸できるんです。君らできないでしょ水飲みながら鼻呼吸。やってみ面白いよ。かなり難しいよ。でも実はここのとこは繋がってるとこは繋がってないっていうのがあって、乳児の段階では飲みながら鼻呼吸が可能なんです。ということは、呼吸するために休憩してるわけじゃない。ですよね。また、サイクルはずっと同じなんで、 疲労回復でもない。あ、吸いすぎた疲れた一服しようでもないんだよ。だったら一定のサイクルにならないはずだもん。でも、一定のサイクルなんですよ。で、じゃあなんでって思うと、この休息の時に母親は無意識なんだけど、子供を揺するんだ。あるいは声をかけたりするんだ。なんか知らないけど、母乳を飲みながら揺すったりするんだけど、ずっと揺すってるわけじゃないんだ、実は。なんか母親は無意識に反応しちゃうんだね。そしたら、子供が吸うのやめるじゃん。 母親が体を揺するじゃん。そしたらまた子供は吸うんだ。ということは、これはコミュニケーションしているんだよ。というかコミュニケーションを促しているんだよ。揺すって、揺すってもらったら吸つ,つまりそこで伝達しているんだ。これがもしね、栄養補給を早くしたい。栄養を早く摂取したい。っていうのは動物の生存をとって有利じゃん。だってさっさと栄養をとった方が、無防備じゃん。おちち吸ってる状態。 無防備な状態が長いと敵がいたらやばいじゃん。だからできるだけさっさと栄養補給して、さっさと無防備な状態をやめる方がいいに決まってるじゃん。だけど人間はそうする。哺乳類の中で人間だけがそういうことをやる。つまり生きるための栄養摂取、危険を避けるための栄養摂取よりはコミュニケーションを優先させてると言えるよね。だって生きるための危険度は増すんだもん。危険度が増してるけど、 あえて休憩して、ゆすってもらって、また吸う。ということをやっている。これすごくない普通は生存欲求が最大で、リスクの回避が最大で、それが効率じゃん。だけど効率よりも、若干危険があってでも、それでもコミュニケーションは大事だな。まあ、よくよく、後々のために大事なんだろうけどね。と思うわけだよ。そしたらまあ、人間ってさ、現代社会って自分が生きるための効率最優先する傾向があると思うんだよ。 そして無駄はできききるるるだだだけけ省くててリスクはできるだけ外していきたいっていたとうう傾向があると思うんだよ、ね、でもそれよりはちょっと非効率になってもちょっとリスクを冒しても他人との他人じゃないけどねコミュニケーションしておきたいこれが大事なんだと思ってるっていうのはすごいなと現代社会でコミュニケーションを犠牲にしてでも効率を測りたい,いや余計な話し合いをやめてさっさと本題にりましょうってやりたいっていうのは 若干こう人間の遺伝的特性に逆らってるんじゃないかな。効率優先とかリスクは避ける、無駄は避けることが行き過ぎたがゆえに、まあ潤滑りのようなもの、こう和らげていくようなものが見失われて、その結果まあ社会がちょっとギスギスして行きづらくなってんじゃねえかなっていう感じで、まあちょっと自分は思ったりして、まあ、勝手に広げましたけども、思ったりもします。子供の言語獲得過程に戻しますね。 今度は生後8週間くらいです。そうするとこの中断がもっと意識的になります。で、中断して反応を揺すってくれるのを待ち、また中断するんだが、この中断している時に母親が揺するのが遅れたり、揺すってくれないと声を出すようになります。まだ言語じゃありません。で、この時の声を発声ですね、はクーイングって言います。クーイング。これを意図的に行うようになります。そうしたら、 音が出たらさすがに反応しますよね。そしてまあ母親とこう反応が高まっていくわけ。そしたら今度は母親が喋りますよね。自分も音を出しますよね。今度は類似性、人間同士でか、音声の類似性があるじゃないですか。そして似ているから模倣を始めるんですよ。この赤ちゃんが模倣をやるっていうのは赤ちゃんに対してしかめっ面をすると赤ちゃんも頑張ってしかめっ面をしようとするとか、表情を真似ようとするっていう傾向もあるけども、こうやってまあ 音を真似ようとすることで言語が始まる。で、模倣がうまくいくとちょっと嬉しいじゃん。だって一体感あるじゃん。そしたら幸福感もあるじゃん。そしたらまあそうやって似たような音を出そうとし始めていくわけだ。このように相手の行動を模倣する動きっていうのはまあ脳のミラーニューロンって言われるんだけども、まあ、そういう細胞が大きく働いていると言われている。これは相手がやってる行動をいきなりこう順番を経ないで真似しちゃうってやつだ。 初めて分かったのは脳に電極をつけて猿の実験をしていた。で、まあ、研究者がちょっとアイスクリームを食べた。そしたら電極が動いた。アイスクリームを食べるところの電極がはっきりと反応したらしいんで。で、この後、えー、実験していくと結構相手の動きに見たら、それと同じところを司る脳の部分が反応するんだって。ということが分かってきた。そういうのミラー、鏡、ニューロンっていう、まあ、共感能力の始まりでしょうね。 から犬なんかでも飼い犬で飼い主のあくびが映りやすい犬っていうのは教育しやすいしつけをしやすいって言われてるただまあミラーニューロンと言語獲得をきちんと結びつける証拠はまだありませんがまあそう考えた方がまあリーズナブルかなっていうくらいですで乳児が反応するのはさっき言ったように言語というよりは音程とかメロディーまあ音楽なんだよで同じ状況で母親って 何々ちゃんとか同じ情景でメロディーを繰り返しますよね。その中でそのメッセージが、あ、こういう時にこういうメロディーが来るんだな。というように理解していくみたいだ。それはまだ言語ではないんで。音楽に近いよね。でも母親側からしても3ヶ月ぐらいになったらさ、可愛いじゃん。可愛いからどんどん話したくなるじゃん。でどんどん話しかけるじゃん。そうすることでコミュニケート。母親からのコミュニケートが増えていくことによって、真似する対象も増えていくので、言語獲得が進んでいくと。 と言われてます。で、まあ、生後6ヶ月くらいになると、さっき言った初め母音が13個いけたんだけども、この母音は母語に特化されていきます。で、母語に特化されていくので、曖昧な母音を聞いたときに、母語側の母音に引き付けられていくわけだ。それをマグネット効果と言います。で、マグネット効果でマグネットしちゃったら、母語にない母音は、新生児では13個聞き分けられたんだけども、それが減っていきます。つまり、これとこれはもう母語に効果があるから、 そっち側っていうようにしていく。まあその方は母語獲得には、第一言語獲得には有効性高いですよね。そういうふうにしていく。そういうことで母語以外の言語に対する識別能力が少しなくなっていくと。日本人の学習・言語学習において母音の識別が難しいっていうのはまあそういうところから来るんでしょうね。あと、え、あ、なんて全部あじゃんって思うじゃない。だからそこからもう一回戻すことはできないでしょ。 だから、幼児のように赤ん坊をえー、言語を格闘することはできない。同じようにはできない。だから違う経路をたどるべきだ。というふうに言ってるわけです。ただ絡んでるわけじゃないですよ。で、まあ余談になるけど、日本人脳っていうのは、日本語を続けて、使い続けていくと、脳が反応する領域が決定されていくよね。で、日本語と英語は、音としてヘルツがちょっと違うんだよ。音声のヘルツが。 だから日本人が英語を聞き取りにくいっていうのはこのヘルツの問題とかマグネット効果の問題そういうのもあるんだろうなと思いますだからってそこに基づいて英語能を作ろうっていうのはちょっとしんどいんじゃないかなというかあえて幼児のように英語能を作らなくても使えるようになればいいんじゃないかっていうふうには思いますけどもその辺で英語能を作るための音声違うヘルツを聞かそうっていう教材もちまたに溢れていますこれが有効かどうかはわからないけども まあ違う音に慣れることは多分必要でしょうね。固定されちゃってますからね。ということはまあ必要なんじゃないかなと思います。まずはこの段階までです。ここからまだまだ進んでいきますね。まずはまだ音声は発するけども言語化されていない段階まで説明しました。これが第1回です。